Windows 7以降のパソコンの設定です。パソコンに接続する場合は、LANケーブルをカチッと音がするまで差し込みます。LANケーブルのもう一方をお客様のご使用環境に合わせて接続します。iSEG画面をパソコンに表示させるための設定を行います。ネットワークをクリックすると、 iSEG が自動的に表示されます。iSEG をダブルクリックすると、認証画面が表示されます。パスワード入力欄にアクセスパスワードを入力します。資格情報を記憶するにチェックして OK をクリックしてください。 iSEG 画面が表示されれば設定完了です。アドレスをブックマークに登録すると、次回から簡単に呼び出せます。 Windows 7より前のパソコンの設定です。パソコンに接続する場合は、LANケーブルをカチッと音がするまで差し込みます。 LANケーブルのもう一方をお客様のご使用環境に合わせて接続します。iSEG画面をパソコンに表示させるための設定を行います。ご使用のパソコンの IP アドレスを調べます。スタート、すべてのプログラム、アクセサリー、コマンドプロンプトを選びます。IP コンフィグを入力してエンターキーを押します。パソコンの IP アドレスが表示されますので、メモを取ってください。 IP アドレスの一番右の数字ブロックを216としたものが iSEG の IP アドレスとなります。ブラウザを起動します。URL に iSEG の IP アドレスを入力し、エンターキーを押すか、移動ボタンをクリックします。パスワード入力欄にアクセスパスワードを入力します。パスワードを記憶するにチェックして、OK をクリックしてください。iSEG画面が表示されれば設定完了です。アドレスをブックマークに登録すると、次回から簡単に呼び出せます。